エクシリム携帯 CA003 はカシオ計算機及びカシオ日立モバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN の携帯電話である。2009年の冬モデルにおいて2機種発表されたエクシリム携帯のうちハイエンドに当たる機種。 W63CA の後継機種であり、エクシリム形態としては、シリーズ最大の約 12.2M ピクセルを誇る CMOS イメージセンサーを用いたカメラを搭載した。また、同キャリア向けのカシオブランドの機種としては初めて、マイクロ SDHC カードに対応し、ディスプレイには3.3型のビジュアルフルワイド VGA-240RGBG854。 ただし擬似的に480-854ドット、表示可能サイズの有機 L ディスプレイを搭載。加えて、エクシリムに搭載されている、ダイナミックフォトや最大に M サイズで20枚、秒の高速連射モード、オートベストショットなどの機能も初めて搭載されている。過去に発売された、エクシリム携帯シリーズの W53CA や、W63CA が、携帯電話ではなく、 デジタルカメラであるかのように見えることを意図したデザインであったのに対し、本機では携帯電話とデジタルカメラを自然な形で融合させたデザインが施行されている。本機ではカメラ面全体が電池カバーとなっており、そのため本体と電池カバーとの境目が排除された。ターコイズグリーンとダークパープルの2色にのみ、ディスプレイ背面に波を思わせる加工が施されている。 au の kcp 端末はマルチタスクやに画面表示が可能なマルチプレイウィンドウを搭載していたが2009年夏モデルの一部機種からクイックアクセスメニューを新たに搭載2009年秋冬モデルでは開発コスト等を削減する理由でに画面同時表示機能を省いているがこの機種のみ対応しており以降これに対応したモデルは発表されておらず に画面同時表示ができる最後の au 形態となっている。2009年12月24日に以下の不具合の修正が形態アップデートにより行われた。ありがとうございます。